東日本大震災で出た瓦礫を島田市が受け入れたことに端を発した問題。瓦礫を埋め立てた最終処分場の地権者が島田市を相手取り、処分場の土地の返還などを求めていた裁判で、静岡地裁は今日、地権者側の主張を認め、土地の明け渡しなどを命じる判決を言い渡しました。裁判所が明け渡しを命じた土地は、島田市が一般廃棄物の最終処分場として地権者から借りている土地です。ここをめぐっては、2011年、島田市が震災瓦礫の処分受け入れを決めたことに対して地権者が反発。市との間で土地の賃貸借契約の更新に同意せず、民事訴訟で土地の返還を求めていました。一方、市は契約書では土地の賃貸借契約が終わるのは処分場としての用途が終わり畑に戻すまでと解釈できると主張し、最終処分場の使用を続けてきました。今日の判決言い渡しで静岡地裁は、契約書に土地の契約期間は2012年3月31日までと明記されていて、契約を延長させるための協議も終わっていない。また、茶農家である原告は風評被害も懸念していて、単に放射性物質の濃度が低ければ良いというわけではないなどとし、原告の地権者側の主張を全面的に認めました。至極当たり前の判決をいただいたと。全面的に地権者の言うことが、認められていると思います。一方、島田市の染谷市長は、市側の主張が認められず残念です。判決用紙を受け取り次第、内容について精査したいなどとコメントしました。住民側の風評被害についての懸念を認めた判決に、市側はどう対応していくのでしょうか。